希望の光となる使命が私たち日本人にはあります。はい、どうも。この方ですね、森口かなさんといって参政党の一般の党員さんですね。特別に何かその今のところですね、候補者であるとかそういうこともなくて、ただ普通の党員さんなんですね。しかしこの演説の内容たるやですね、このレベルの高さがもうすごかったので、個別にね動画を作ろうと思いました。23歳の普通の女の子である、そういう視点で見るとものすごいと思います。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは。福岡県連代表の森口と申します。昨年の参議院選以来、党勢は徐々に拡大していき、参政党の世間的な知名度も少しずつですが高まってきております。しかし現実的にはどうでしょうか。日本と世界の情勢はますます悪化するばかりで、今後の日本やこれから生きる子どもたちはどうなっていくんだろうかと、私も日々不安を胸に過ごしています。自分が見えている範囲だけの景色を見ていると、みんな普通に楽しく暮らしているし、物はこんなに溢れているし、平和じゃないかと思うかもしれませんが、今はいつ私たちの命が危険にさらされてもおかしくないような、そんな状況にあるんです。事実、我が国日本は本当に情けないことに、この40年もの間、外国の暴力によって拉致された自国民をも救出できない、そんな国に戦後なってしまいました。想像できないかもしれないけれど、私たちの何気ない日常生活もほとんどが政治とつながっていて、そこには解決すべきたくさんの問題であふれています。この日本と世界の現状をしっかりと自分事として捉えて行動に移していく人が一人でも増えたらいいなという思いで、こうやってマイクを握らせていただいております。ただ誤解してほしくないのは、行動イコール政治活動だけではないということです。日本を守るために、大切な人を守るために、一人一人が持つべき武器というのは人それぞれ違うと思います。歴史を勉強して、日本人の心を身近にいる人から伝えていく、日本の技術や伝統文化、職人さんを守るために国産のものを買う、家族にはできるだけ安全な食事を食べさせてあげる、一人でやっていると小さなことのように感じるかもしれませんが、その一人一人の努力がやがて日本を守るための大きな国民運動になっていくと私は信じています。目の前にいる大切な人のために真実と向き合って行動していくという一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか。そしてもうすでに党員の皆さん、情報に敏感な皆さんだからこそ、日々流れてくるたくさんの情報に一喜一憂することもあるかもしれません。ただ私たちは単に参政党が好きだからという理由で集まっているのではなくて、先人が命がけで受け継いできてくださったこの日本を守り抜き、次世代に受け継いでいくという強い意志を持って集まっているはずです。私は現在23歳ですが、やはり同世代の友人たちにはなかなかこういった問題意識の共有はできずに、なんで分かってくれないんだろうと歯がゆい思いをすることも数年前までありました。しかし同時に湧き上がってくる思いがありました。それは自分が勇気を持って少しでも行動、前に出て行動することによって、その目の前にいる大切な人たちの命を守りたい、その人たちに幸せになってほしい、だからこそこの美しく豊かな日本を守っていくんだという強い意志です。きっと皆さんも、皆さんの活動の原点もそうなんじゃないでしょうか。目覚めた者としての責任を果たすべく、日本人らしく、まさに大昭和の精神を持って、さまざまな派閥や組織、党派を超えてもいいから、日本人としての誇りと覚悟を持って、これからも活動していきませんか。古来日本人は、互いに助け合い、苦楽を共にし、艱難辛苦に耐えてまいりました。今こそ先人に学び、それを実践すべき時です。さもなければ日本は世界に埋没し、自壊していきます。
最後に私が大切にしている言葉を紹介させてください。若者よ、君たちが生きる今日という日は死んだ戦友たちが生きたかった未来だ。神谷さんもおっしゃっていますが、私たちはご先祖様が大切に受け継いできてくださったこの日本という船に乗っています。先人たちの努力と決意の結晶の上に私たちは命をいただいています。その船を沈没させるもさせまいも、子供たちの未来を幸せにするも不幸にするも今を生きている私たちの覚悟次第です。この混沌とした世の中において希望の光となる使命が私たち日本人にはあります。心差しを同じくして自分ができることから日本を取り戻し、そして世界を真の大調和の道へと導いていきましょう。これで最後になります。最後まで汚い話を聞いていただき誠にありがとうございました。森口香奈さん、この方ですね、お父様が自衛官でらっしゃったということで、ご家庭でも政治の話がよくされてたそうなんですよ。そういう、ね、中で育った彼女がこれほどのレベルになるっていうのはある種必然かもしれませんね。やっぱね、教育なんですよ、人は。なのでこういった若い方がですね、次の世代のリーダーなんてね、なってくれると嬉しいなと思って、そういう期待も込めてこの動画を作りました。ぜひ注目してみてください。またね、別な機会に演説されると思うんですよ。またその時は作りたいと思います。それでは。